インタビュー。こんにちは、堀野々です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。 YouTube のチャンネル登録、 Podcast の各番組のフォローよろしくお願いいたします。そして早川さん、今回もよろしくお願いいたします。放送日は2月の11日ということは、もうそろそろバレンタインですね。あー、そうですね、縁がないですね。嘘だね、私たちはこう女子側だから、まあ、世界では違うけど、はい、日本はね、女子から男子であげるから、はい、毎年毎年せっせこ作ってるわけなんですけど、うん、早川さん、そのね、ダンディーでいらっしゃるから、はい、どうせ表エピソードがあるんでしょうとか。やっぱダンディーか。あー、もちろんありがたいんですけど、うん、もうダンディーってやっぱ言われる年なんですね。まあ、ハンサムかダンディーかで迷いました。あ、その、いや、ちょっとわかんないんですけど、ダンディーっていうのはやっぱり、まあ確か40過ぎてるんで、もう、いや、あのね、本当にありがたいんで、あんまり文句言うとお叱り受けそうですけど、やっぱり僕の中ではそうだから、やっぱり気持ちはなんか本当10代とかのままいつの間にか40代になったので、さすがにでも新聞とか何か見てても自分より年下の方が出てくるので、だから、うん、まざこしくなりましたけど、やっぱりそのダンディっていう年なんですね。どうですか、イケメンって言われた方が嬉しいですか。なんか私安っぽい気がしちゃうんですけど。いや、もう何でも言っていただければありがたいですよ。そしてそんな、あの、いろいろ考えていただけるだけでも、本当に僕はご飯 3杯ぐらい食べられない。最近ちょっと年取ってきて1杯しか食べられないんですけど、はい。そんなところも可愛い。え、ないんですか、もらったエピソード。いやいや、それは奥さんからはもらいますけど、奥さんとか母親からはもらいますけど、これね、うん、また高校の友達とか見たら、あの、もう笑ってくれると思うんですけど、本当に本当になくてですね。だって中学もないし、小学校の時に1回だけもらってっていう、うん、覚えてるぐらいの、本当に。でもちろん、あ、だからもちろんほら、その友達でさ、うん、なんかそういう、あの、あとアルバイト先でなんかギリチョコでみたいなのはいっぱいあるけど、そういう話じゃなくて、はいはいはい、じゃなくて 本命というか、ね、あ、だから憧れましたよ、あのほら、こう妄想で下駄箱とかにさ、うん、こう開けたらさ、うんうんうん、なんかドタドタドタみたいな。で、そのいかにモテなかったか話でいくと、なんか小学校の時に、うん、まあ、本当にモテないくせに、まあ、モテないからこそなんですけど、やっぱりちょっと欲しいじゃん。欲しいで。で、欲しくて、こう、あれが小学生って可愛いなと思うんだけど、俺だけじゃないんだけど、みんな、なんか、うん、あの、当日ね、当日になってからなんか紙セットしてさ、なんかオールバックとかになんかムースつけてさ、もう遅いじゃん、うん、仮に、うん、仮に、そう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 。その日にね。そう、まあギリチョコでこれ何個かしかないから、これ誰にあげるかだったら、あ、ちょっとかっこいいからってあるかもしれないけど、まあまあそんなないよね。うんうんうん、そう、だから、まあ、そんなことをしてたぐらいモテなかったなっていう、そうそうそう。実際どうなんですか、逆に、こう女子側からはやっぱもう何日も、うん、当然決まってるわけですよね、その本命とかは。はい、もうマナさん結構ちゃんと上げてきたタイプなんですか。なんか私女子校だったんですよ。あ、そうか。そうだから本命をあげるというより、そう、大量生産して大量に配る、いかにこう、なんていうの、効率のいいお菓子作りができるかに命をかけてたんで。あ、しかも実際作るんですか、やっぱり。毎年作ってました。あ、すごいです。え、それた、なんか先生とかにもあげたりするのありなの。あ、あの、その日だけは黙認してくれるんですよ。だからあげても OK。 あ、そうなんだ。そうか。え、でも、あれでしょ、小学校とかは共学でしょ。はい。ただ、小学校の時は受験に命を注いでたので、お菓子作った記憶はありません。あ、じゃあ、意外と、なんか今、俺よりは、あの、普通の人生を送ってそうだけど、意外とそういう、あの、あ、はい、逆バージョンもあんまりないじゃないってことか。ないです、ないです。下駄箱入れたりとかさ。ない。下駄箱にそもそも入れるもんなら、これ、都市伝説、ひょっとして。あ、机の中とかあなら入れるかも。下駄箱はないかも。でも欲しいですよね、下駄箱開けたら。私も男に、ね、の子になったら欲しいですもん。うん、あとほら、なんかよくニュースとかでジャニーズとかになんかトラックで運ばれてくるとかさ。あ、でもあれトラックで運ばれてくるって、なんか集めんのか、郵便局わざわざ。うん、そんなこと考えたら、なんかなおさら分かんなくなりますね。分かんないですね。はい。まあ、所詮、はい。全部空想と都市伝説でしたが。まあ、そうそう。なので、あんまりピンとこないっていうのが正直なところですかね。はい、まだ、だって、1月ですから、あの、もしかしたら今年は早川さんのおうちにトラックで来ることも、ゼロとはね、言い切れないから。そうですね。楽しみにしてます。はい。はい、またご報告、楽しみにしてます。はい、お待ちしております。ありがとうございます。
ということで、本編に入っていきたいと思います。はい、前回に引き続き越野純子さんのインタビューの最終回です。私越野純子さんのイメージって実際にこうもちろんお会いしたこともないし、テレビの中とか雑誌の中本の中の印象なんですけど、こう強い感じ、近づきがたい感じみたいなのがどうしてもあるんですよ。ただなんかこうインタビューを見てるとすごく気さくな印象もあって、どうです、実際お会いして何回も。本当にその通りで、やっぱり最初お目にかかる時ってやっぱりすごいオーラもすごいし、インパクトテレビとかのあるからさ、うん、もうちょっと古いけど 3,4 年前あのブルゾンチエミとさなんか一緒に出てたりとかで、うん、まあ、そういう意味でもう強烈なこうインパクトがあってさ、うん、だったんだけども、初めてお目にかかった時からめちゃくちゃ優しくてですね、まあ、今回インタビュー聞いてくださった方そうだと思うんですけど、非常に気遣いもすごく長けててですね、エッセイにもちょうど1月の18日かのエッセイにも書きましたけど、うん、まあ、本当にね、終わった後もというかインタビューの今日多分流れる最後でも言ってるかもしれないですけど、とにかくこう彼女にとっての成功とか幸せってやっぱり人に喜んでもらうことっていう風に言っていて、まあリタだよね、リコというより。でそれを努力してるとかじゃなくても本当に染みついてる方なんだよね。なのでこう終わった後とかもですね、ちょうどその純子先生のところに多分もともとお付き合いある方なのかな、すごく有名なあのパン屋さんの食パンをね、高級食パンがなんか20斤くらいもらったのよ、うん、あなたこれ持ってってちょうど運がいいわねみたいに言ってくれて、で終わった後もなんか本当久しぶりに楽しかったねって、またぜひ続きやりましょうとか言ってくれたりとか、 あとうちの子供にお土産くれたりとかね、なんか本当にね、もうなんかほらなんか自分なんかやっぱりこう気をつけないと欲しい欲しい欲しいくれくれくれの人間になっちゃうけど、純子先生は本当にもうしてあげたいしてあげたいしてあげたいっていうギブの人、ギブだよな。そう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 、だからそれをこうなんだろう、まあやっぱりインタビューの少し話あったけどね、有名な朝の連続ドラマ小説にもなったカーネーションって、それになった純子先生のね、三姉妹のお母さん、やっぱお母さんの影響もすごく受けてるだなとは思いつつ、うん、まあ、やっぱり純子先生とにかくしてあげたいっていう、まあ、それを本当に感じた。だからまあもちろん恐れ多い方なんだけど、いつも会うとほっとするというかね、へー、なんかグランドマザーって感じですね。ちょっとそんな早川さんと越野さんの空気感も味わいながら、皆様越野純子さんのインタビュー最終回を聞きください。この本にもありましたけど、先生美しいものに興味があった方が幸せです、優雅に生きていかれ成功すると思うからって書かれてると思うんですけど、成功って言葉はこの本にもあったんですけど、先生が考える成功って何ですかね。成功ってまずやってみなはれじゃないけど、やらないと成功はないでしょ、で成功って人が喜んでくれること、人から自分で喜んでもしょうがない、人が本当に良かったね、もうそれこそ生きてて良かったみたいな表現してくれるのが一番成功じゃないですかね。そう、その時の感動ってね、やっぱり大切な表現だと思うし、それをまあ関わって、そういうことを言ってくれたりすると、私は成功ってなんだろうって、やっぱ人に喜んでもらって、人に感動を与えることが成功かなと思うんだけどな。それはお金じゃ買えないですからね。いや、お金と思ったことない。まさにそうです、ね、お金じゃない。だからすごいね、ものすごい儲かってる人いるんですよ、若いのに。結構冷めてますね、お金の成功の仕方で感動ってあると思う。いくら儲かった、何百万円当たったんだとかっていう時、一瞬のさ、それも感動かもしれないけど、お金じゃないね。意外にね、お金いっぱいあるから、なんかこうドキドキ感がないっていうのかしら。こうハラハラドキドキ、それでやっと成功したっていうのって、すごいなんか大きな成功じゃない？いや本当ですね。だからね、株でドーンって当たったとか、なんかで分かんないけど、最近若い人で大金持ちいっぱいいるんですよ。IT の人とかが本当にいるんです。桁が違う。
投資してボンって当たったとか、うん、うん、それですごく成功したからものすごく幸せかって言ったら、幸せって何だろうと思うね、うん、人間生きててやっぱりお金持って死ねないし、うん、やっぱり最高にお金は有意義に使った方がいいと思うし、うんうん、やっぱりみんなが喜ぶ顔を見るのが一番成功じゃないですかね、うんうん、まあ、その成功イコールそ、まあ、幸せとも言えるかもしれないですね。だからお金に計れない、お金に変えられない成功ってありますよね、うん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 、それはやっぱり心の満足ですよね、うん、心の満足ってすごく充実しますね、うん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 、確かにそうですね。いや、お金も大切ですよ、はい、私もそれは何百億っていか持ってみたいと思うけどで持ったって銀行に置いてあるわけでしょ、はい、でバババって数字でしょ、うん、今必要なのは今日今すぐ1億いらないんですよね、うんうんうん、まあ10万ぐらいあれば違う、はい、いやそうですね、本当今いくら欲しい、今日今僕はもう、まあ、3万円ぐらいあります。いや10万だって余りますよ。ああそう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 、私いつも自分のお財布にいくら入れてあんの、はい、つってね、はい、タクシー代何かの時に1万円あちこち隠してあんの、はい、何かの時に、はい、あのそうですね、急遽ねどっか行かないといけない、カード忘れたとか、はい、お財布忘れる時あるでしょ、はい、お財布じゃないところに手帳とか、あ入れとくの、はい、で1000円じゃ足りない時あるわけで、5000円でも足りなかったことあるの、うん、1回ね、うん、やっぱり1万入れないとね、やっぱりちょっとタクシー払って払えない時1回あったんですよ、はい、でもう請求してくて、請求ですかって言われて、はい、あんなこと二度としたくないじゃあちょっともう1回 U ターンしてお金取りに帰るからっつっても時間がない、うん、そしたらね、あの、まあ、それは経験ですね、はい、だからね必ずあのお金はいらないって言いながら最低のお金は必要だなと思う、はい、でも意外とそうですね、確かに、うん、1億円あって困るなとか、うん、いやあったらいいですよ、うん、でも計画がないのに、うん、計画があればすごく有意義なお金だけ、ね、うん、だからあのビジョン持ってないとお金は有効に使えないと思う、はい、ビジョンあってこそですね、こそ、うん、やりたいこと、うん、うん、やりたいことがあればお金は有効に使えると思う、うんうん、やりたいものがないのにお金があってもあんまり意味がないと、うん、確かに。一つ質問来てるんで一つだけお願いします、40代女性から、うん、私は現在ウェブデザイナーの仕事をしています。シングルで小学2年生の子供と生活をしていますが、まだ手がかかる年頃なので仕事と子育てのバランスの取り方が難しいです。純子先生はお子様が小さい時はどう仕事と子育てのバランスを取っていましたか。うん、私高齢だったし40代っていいよ、いい大人だし、うん、まず仕事はを犠牲にすることはなかったですね、うんうん、仕事第一、はい、だから一緒に子供連れてどこでも行った、うん、それこそ海外も行かれたりもしてますよね。ずっとそうです、ずっと。だからそれが学校以外の教育だと思ってたから、うんうんうん、だから経験ってねずっと永久にその役に立つと思うので、うん、経験をさせましたね。そっちの方が大事かもしれない、うん、そうで嫌がられない、うん、子供連れてね、外国で子供連れてジャーナリストでも子供連れてカメラマンの女の人いたけど、うん、全然邪魔じゃない、うん、結構子供も理解してる、うん、あの親が働いてるとこ見てるから、うんうん、で私パリコレでずっと子供に表に遊んでる子あの子お宅の子って言われたのそう経験、あでも先生おっしゃってましたよね、以前あのお子さんが小さい時にあのアサヒビールでしたっけ、はい、の、 あの 社長会長だと、さん、はい、あの ドミンゴさん、そうなの、ね、あれは大したもんだと思った、うん、急にね食事してなんでこんな時に子供呼ばないんだって、はい、小学校1年生でしょ、うん、こんな時に呼ばないんだって、え、うん、こんな時に呼ぶんですかってびっくりしちゃって、うん、そうだって言うから、じゃあ電話して、ちょっと大好き連れてきてくれ、はい、何すんのってドミンゴさんと握手しなさいって終わり。その時子供は分かんなくてもいいんですよね、何にも分からない、うん、だけどそれから何十年も経ってドミンゴさんここの家に来たんですよ、うん、その時ここでね、あのピアノなんだけど、はい、あれで弾くと、あれ電子ピアノで、はい、こう私どこ押せか分かんなくて、はい、子供がちょっと早く来てドミンゴさんと会ったことあるでしょっつって、
これちょっと今から歌うっつってからやってっつって、はい、そして怖がらないし、ビビらないのよ、はい、あの時のおじさんみたいな感じで。そこは最初にあってよかったですよね。そうそうそう。知らなかったらビビりますよね。ビビるですよ。知ってればもう、うん、うーって感じや、うん。全然関係ない。へっちゃらでバババってやって、それでここで歌ったことあるんだけど。だから、その時は、まず知らないですよ、うん。でも必ず何かの時に役に立つ。うんうんうん、そう。そういうことを経験とかそういうのが大事ですか。いや、経験ほど財産はないんじゃないですかね。子供にとっては自分から経験できないけど、うん、そうですね、親は経験をさせるというね、うんうん、だからシングルマザーだともうびったりついて、もううちの息子アシスタントですなんて言ってさ、うん、いいですね、うん、もう小学生はアシスタントですから、うん、ちょっとかっこいいじゃないですか、うんうんうん、確かに ありがとうございます。非常に僕もなんか参考になりました。この本の中に初めてに躊躇しないってあったと思うんですけど、はいはいはい、うん、それこそね、今これ2022年ですけど、2022年越野純子が経験する人生の初めてって何かあるんですかね、今年の予定で。あ、展覧会します。大分県立美術館で、はい、展覧会します。でね、これは本当に初めてです。ものすごく大きな、はい、展覧会で、県立美術館で、バン・シゲルさんの建築なんですけど、バンさんなんですね、すごく大きいですよ、はいはいはい、うん、そこで、まあ、うん、マネキン150体ぐらい、いや、すごい数です、はい、それと、まあ、最近絵も描いてるけれど、はい、ファッションショーってね、普通ご招待の世界で、うん、お金出しても見れないっていうのがありますよね、はい、だけど展覧会でファッションショーしてるみたくやるんです、はい、そうするとそこに行った人はよかったなって必ず言ってもらえるような展覧会にしたい。うんうんうん、楽しみです。この準備は、これ、今。あ、もうずっとやってます。うん、いつもどうなるかなんですけど、結構ギリギリまで先生、こう仕上げに追い込むタイプなんですか、割と。それとね、和太鼓のタオって。あ、はい、以前も、ね、それこそお台場見せて行かせていただきました。あ、そうですか。うん、和太鼓のタオが大分県なんですよ。はい、それで、まあ、私衣装も今まで3000点ぐらい作ってるので、そのうちの、まあ、いいものだけ選んで展示もするんですね、はい、それで1ヶ月半の間にイベントをやるんですね、うん、タオも出てもらったり、はい、だからいろんな形で対談したりとか、うん、いろんなことをやろうと思ってるんです、うん、楽しい。だからすごいなんか、うん、大分県遠いと思うんだけど、はい、そこの経験によって次につながるから、はい、ね、うん、やっぱり最後東京は絶対外せないんだけど、はい、別に今やらなくても東京って今やらなくてもいいじゃないですか。さっきの内輪と本の話とかと一緒ですよね。そうそう、そういうことなんですよ。あ、内輪をまずやるわけ、はいはい、うん、そうすればあと自然となります。なります。そう、まずやること、うんうんうん、で遠いからとか、はい、外国よりパスポートもいらないし、コロナであろうが動けるわけ、うんうん、外国でやるとね、今ちょっと大変ですよ、まだ。あ、そうですね。うん。だけど、日本だったら、日本でやるには今大きな計画を立てた方がいいんじゃないかしらね。確かに。うん。むしろそう。で、ここなんです。これがね、スイート作って。うわぁ、素敵ですね。ハイアット、さっきの。はい。スイートってこの絵もそうですね。はい、で、これが、まあ、これでしょ、はい、同じものを作って。本当だ。ちょうどぴったりやん。うわぴったりとかいいね。めちゃくちゃ素敵ですね。ね、それでこうベッドルームはこれ全部西陣織で、これパッチ、はいはいはい、これ全部切り返してこう西陣織のベッドルームで、はいはいはい、でこの絵を描いて、はい、それで壁がオレンジで、はい、それでこの絵ですね、305枚。うわ、こうやって見るとちっちゃいのが全然大きいんです。本当大きいんです。ですよね、うん、本当大きいんです。それでこの絵もですね、はいはい、素敵、うん、先生ご自身のこう自分のものは自分で作ったりとか、あんまりその買うってイメージがないんですよ、何かを。なんですけど、子供の時からね、そうですよね、それ聞いてたでしょ、はい、下着から全部うちの家で作ってくれたっていう、そういう感覚で育ったから、はい、なんかまあうちで買うより合うものよりも外での方が良ければそっち買うんですけど、うん、やっぱり自分自身のオリジナルっていうのが一番、はい、安心っていうかな。そうですよね、うん、自分自身の体験した経験したものは、うん、これで終わるんじゃなくここから始まりたいので、うんうん、これは体験ですね、ここの家の、うん、なんかその先生にあえて逆の質問ですけど、その
コシノ純子がこうここ最近、まあ、1年でも2年でも記憶でいいんですけど、これだけはすごい買ってよかったなっていうベストバイあげるとしたら何ですか。買う、うん、どんなものでもいいです。いやー、私はまあお金使ってないな。だからこそ知りたいですね。いやお金使ってないな。レストランなんだろう、困ったな。買い物だいたいね、はい、お買い物してないです。それはコロナ前から。あ、コロナ時は全然してないね。うん、で、なんかわかんない。私ね、高いから安いからで買うんじゃないんですよ。うん、出会ったから、たまたまそれが安かったりする場合あるし、高かったりする場合もあるし。あんま関係ないってことですね、金額。気に入るものに出会ったことが大切で、うん、それがすごいチープなものかもしれないし、はい、高いものかもしれない。だパリで、はい、たまたま、ちょっと歩いたばっかりに、うん、ちょっと、なんていうかな、あの、アートの展覧会のでやってて、うん、はい、まさか、これ、こんなとこで売ってないよねっていうのが本物だったのね。それは買いました。まさかのまさかですね。うん、いや、なんでここにこんなのがあるんだろう、はい、で、その持ち主が電話して、こういう人だけど売っていいかっていう電話をしてくれて。それ絵ですか？いえ。あのアルマンっていうアーティストの作品です、はいはい、それは買いました。それは買ったけど重たいの、私持ってもらったけどそう、ね、うん、アルマンの、はい、そう、最近まあそんなもんかな。うん、うん、なるほどね。 ありがとうございます。やっぱり人がお金を使うっていうのはその人の何かそれこそセンスとかね、いろんなものが出ると思うんで、やっぱ買いたいものってアートですね、うん、やっぱりそうですか。うん、エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。概要欄の URL からどしどしお寄せください。あ、これふと思ったんですけど、はい、概要欄の URL もそうですけど、 YouTube で見てる方はコメント欄とかに書いていただいても ね、確かに嬉しい、楽かもしれないですね。ぜひお願いします。そしてですね、そのいただいたご質問は月末の YouTube ライブでお答えしていく予定です。今月のライブは2月の28日の夜19時からです。皆様のご参加をお待ちしております。そしてもう一点お知らせです。早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも、2月の16日水曜日の19時から Zoom にて行われます。今月の本を紹介お願いします。はい、今月はですね、リチャード・ロイド・パリーさんの、津波の霊たち 3.11 死と生の物語ということで、もう間もなくね、震災から、11年が経ちますが、震災の直後から、6年にわたってですね、タイムズ東京支局長の、リチャード・ロイド・パリーさんが、現地でね、もう丹念に取材した、ルポです。この本は。で、なかなかね、僕たちから、日本人からは見えないような視点もありつつ、非常にさすが、超一流のジャーナリストらしいですね、丹念に、まあそのね、現地で傷ついた人たちの、まあ、話を聞いて、いろいろ震災は、まあ、何をもたらしたのかっていうことをですね、描き出している、小説ではなく、ルポですので、これは非常に、まあ、説得力もありますし、いろいろ考えさせられる、本でした。まあね、もちろん軽いテーマではないんですけども、まあ、今回ね、このテーマを、みんなでいろいろ話しながら、また、次の、ね、まあ、12年13年震災後ありますけども、みんなで向かっていけたらなと思い取り上げさせてもらいました。2月の16日水曜日19時からズームにて行われます。皆様ご参加お待ちしております。さあ、そんなところでお別れの時間がやってまいりましたが、はい、あ、この間ね、その前回の収録の時にすがすがしいの話したじゃないですか。はいはいはい。早川さんがそのすがすがしいなっていう感覚があったら、実はそれは物忘れをしていて何かを忘れていたサインだっていう、はいはいはい、これをうちの両親に話したんですよ。わかるって、はいはい、本当はわかるっていうあの感想を早川さんにお伝えしたかったんですけど、うん、全くわからないらしく、うちの両親あ、そうですか。そう、なんかうちの両親曰く、もうそろそろ60ぐらいになる、手前ぐらいになるんですけど、なんか廊下によるボケは
こうもっとまだまだ深刻だから、あの早川さんの状態はあのボケでもなく序の口ですって。あ、そうですか。あ、もっと深刻なことだったらご両親あるんですか。あるらしいです。もっとあの現実味を伴ってしっかり感じていくらしいです。じゃあ可愛いもんですね。可愛いもんらしいです。あ、まあね、気持ち的にも清々しいし、しかもそれ気づいてるわけだからね、まだなんとか取り返しついてるということで、うん、ただ私あの早川さんと同じ清々しいの感覚を感じる方に出会いたいので、あのこちらも YouTube のコメント欄に私もっていう方がいたらぜひ、ね、具体例が欲しいですね、うん、早川さんに共感していただければと思います。その前にマナさんがそれを体験してほしいですね。分かってね、あんま年だから関係ない気するんだよな。あ、本当にちょっとじゃあ清々しい体験したら即 LINE しますね。はい、ぜひお願いします。はい、そんなところで今回はお別れとしたいと思います。それではまた次回皆様とお目にお耳にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さよなら。